日本のドラマや映画で幅広い活躍を見せる三浦翔平。彼のクールな演技や魅力的なルックスには多くの人々が夢中です。しかし彼のファンでも意外と知られていない一面が存在します。実は三浦翔平は高校時代にバスケットボール部に所属しており、キャプテンとしてチームを率いていました。バスケットボール部のキャプテンとしてチームをまとめ上げ、リーダーシップを発揮した経験は現在の彼の俳優としてのキャリアにも大いに影響しています。バスケの試合で培った集中力や冷静な判断力はどのシーンでも発揮されています。またスポーツを通じて得た体力や精神力も過酷な撮影スケジュールをこなす上で大きな助けとなっていることでしょう。三浦翔平のバスケットボールへの情熱と経験は彼をより多面的で魅力的な人物にしています。次回彼が演じるキャラクターを見る際には彼のスポーツマン精神についても思いを馳せてみてはいかがでしょうか。